はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの大変年代物のレンズになっておりますね。こちらはエルマーの広角レンズ 35mm f3.5 スクリューマウントになっております。いろいろバリエーションはあるんですけれども、こちらはですね、クロームメッキのシングルコーティングが施されているバリエーションになっております。はい、ニッケルのですね、仕上げだったりとか、このコートが、コーティングがないノンコートのバリエーションもあるんですけれども、こちらはですね、シリアルが652510で、1948年ですね、のドイツ製で、クロームメッキでもってコーティングが施されているバリエーションになっております。ぜひですね、チェックしてください。では外観から見ていきますけれども、やはりですね、まあ、非常に年代物のレンズになりますので、とてもですね、こう使用感経年感はやや見られるんですけれども、まあエルマーのですね、この 35mm にしてはまあまあ綺麗な方かなと思いますね。はい、こういう角の部分ですねにわずかなこのメッキの摩耗とかですね、が見える程度で、どっかにぶつけたり、擦ったりとかですね、落下して歪んだりとか、いうことは見受けられない感じですね。客観的に、どうぞご覧いただければと思います。はい。こんな感じですね。マウント部分も綺麗ですね。摩耗とか見られずに、どっかに落としたりとかですね、ぶつけた後、ないですね。はい。この指掛けのノブの部分も綺麗です。こんな感じですね。まあ、備品とまでは言いませんけれども、まあまあ綺麗な状態だと思いますね。はい。で、レンズもですね、LED 光源にですね、まあ、透かしてみると、わずかなですね、この吹きすれとかですね、見えるんですけれども、ひどい曇りとかですね、このゴミ散りのかの混入とか、バルサム切れなどは見えませんので、画質に影響する瑕疵は全くないと思っていただいて大丈夫です。で、この絞りもですね、まあ、やや硬くなってはいるんですけれども、こちらもですね、一応スムーズに動いてますね。はい。こんな感じです。油の乗りとか、腫れの痛みなどはない感じです。はい。で、ピントのヘリコイドもですね、滑らかに動いてますね。やや若干ですね、このグリスがちょっとそろそろ足りないかなという感じはしますけれども、このままでもしばらくはですね、まあお使いになれると思いますね。はい。という感じで、付属品が、リアキャップと、こちらはですね、フロントキャップが今回ですね、お付けできなかったので、おまけになりますけれども、このフィルターですね。逆に探すとなかなかないこのフィルター。純正ではなく、社外製ではあるんですけれども、こちらをお付けいたします。まあ、キャップ代わりだと思ってお使いいただければと思いますね。はい。ということで、このままでもですね、全く、使用に影響のないですね、エルマー 35mm の F3.5、スクリューマウントですけれども、念のためですね、快適にお使いいただくために、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、ぜひ、当社で、格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用くださいませ。ということで、はい、ライカのオールドレンズ、広角、エルマー 35mmF3.5 スクリューマウント、クロームメッキと、この、コーティングがかかっているバージョンになってますね。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。